てててててててビブラード、てれ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 、はい、みなさんこんにちは。アップアップガールズかっこがりの荒井まなみと、アップアップガールズかっこにきの梶島彩です。イエイ。さあ3番勝負最終試合ですよ。第1試合がテトリス、テトリスで私が勝ちました。第2試合がボンバーマンで梶が勝ちました。はい、多分コメントにこう書かれる人泥試合だなと。はい、詳しくは見てください。そう、最終試合はですね、はい、マリオカートで締めたいと思います。もうこれは鉄板、お互いにねやり合ってる、はい、今回は 150cc のコースお任せで4レース、はい、CPU なしで、わー、タイマーだ。もう1対1でやりますよ。怖いよ。じゃあいきますよ。はい、さあウォーターパークですよ。カーブが多い、よし、負けられない。ありがたいことの前にベビーロゼッタとバルイージです。あ、はい、エンストした。あー、もうラッキー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 。あ、ちょっと待って、ほんとに、ちょっと、あ、待って、ここ飛んでる間。あ、待って、ストン。これコインも大事なんですよね。コインも取っとくといいよ。そうですよね。あ、10まで取れたとかなんとかですね。そう、10まで取れた。やばい、ストン。アレさん、ストン。え、なに、アレさん、ストン。アレさん、ストップ。オッケー。あー、危ない。危ない。あれ、早っ。アレさん、早い。なんでですか。なんででしょう。めっちゃ早かったですよ。なんででしょう。チートですか。チートじゃありません。あー、もう喋らなければよかった。全然気づかなかった。これは負けるけど、怖きにはいかないです。そうだね、これ最後の試合ですから。そうですよ、4戦あるとはいえ、一生は痛い。あー、コインしか出なかった。でもコインを持ったまま、アイテムを回収すると、守りアイテムが出る。え、そうなんですか。そう、知らないです。ほら、コーラが出た。先に教えてくださいよ。え、知ってるでしょ。全然知らなかったです。あ、投げちゃった。絶対意味ないじゃないですか。私の見てください。何、スティックよそ見してください。あ、でもさ、それさ、パックでしょ。はい、いっぱい、あの、何、パックさせれば、はい、コインですか。で、早く走れる。それも知らない。知りなさい。やばい、やってないのがバレてしまうじゃないですか。皆さんどこにいるんですか。皆さんですか。もう間もなくゴール。嫌です、嫌です、ダメです。待って、ストップ。あ、ちょっとだけ見えた気がする。お願い、間に合う、間に合わないわ。イエーイ。もう手加減はしません。もう一回行きましょう。いや、あ、もう一回、もう一回やるんだ。はい、次のレース。後輩ですよ、私。後輩関係ないですよ。え、後輩ですよ、私。逆に先輩ですよ。あれ、もう。あー、レインボーロードだ。待って、無理じゃない。うわ、やばー。前行けるでしょ。レインボーロードやばい。あ、全然取んなかった。やだ。何をしてるんじゃ。見てないですよね、きっと。見てないはず。あ、回って危ない、曲がれない。あー、ストップ。小島さん、はい、やってないのバレてますよ。バレてないです。やべー、危ない、危ない、危ない。危ないよー。でも今、あれさんにいい感じについてたいるんですよ。本当に。はい。早くないですか、新井さん、ちょっと。加速重視で選んでるんで。あ、間違えた。あれさん、落ちてください。嫌です。落ちて、落ちてくださいよ。落ちません。あ、でもいい感じに落ちてきたんで今。はい、引きます。あ、なんで、ね、なんで引かないんですか。よし、でも、でも、あ、相手も、でも、でも、引かしたんで。絶対、あ、やばい。これ、すごいですよ。何、どうすんの、すごいね。どうすんの、行かない方向に行くんだよ。そんなわかりませんもん。目の前を見てなさい。やだー。アイさん、ストップして、本当に速い。めっちゃ速い。やだ、やだ、やだ。やだ、やだ、やだ、やだ。第二レースですけど、もう一回負けてるんです。危機感がすごいね。
自爆したの今。してないですよ。ね、なんでなんで、なんか押しちゃったんです。こっち使うの難しいな。ね、またやってしまいました。あ、どうしよう。フィニッシュ。ねえ、これは。味島パイセン。味島パイセン、ちょっと誰かもしれない。味島パイセン。ねえ、出ちゃう、出ちゃう、なんでみんな。味島パイセン。レインボーロード。やだ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 。あ、火山だ。火山苦手なんだよな。あ、ここか。いや、ウィーでいっぱいやってたからな。確かに、ウィーのやつ、なんか余計怖いんですけど。もう全部やったもん、マリオカート。やだー。いや、もうこれは平等ですよね、じゃあもう。そうだね。やってる、やってない、多分同じぐらい。ウィーも DS も何もかもやったもん。あ、ワルイージーかっこいい。ワルイージー、ちょっともうちょっとご飯食べてて。確かに、ほんとに。あ、間違えた。あー、ストップ。ストップ。間違えたんだよ。あ、コイン使っちゃった。もったいな。もったな。さっき教えてもらったのに。教えたばっかなのに。ダメだ。ほりゃ。ほりゃ。フライアウェイ。何ですか。落ちた。新井さん落ちました。赤島落ちましょう。新井さんも落ちてます。ね、どうしましょう。あー、ファイヤーに落ちてました。何でですか。皆さん苦手ですね。ちょっとよいしょ。本当にやばい。はい、2周目ストップ。あー、今2周目です。地形変わったよ、なんで。あ、落ちました、落ちました。落ちたよ。やったー。地形が変わったんだよ。その失敗は喜んでこう。ドリフトが下手すぎてちょっと回れない。あなた、これ最初200でやろうって言ってたもんね。えい、で、なんで言うんですか。これ200でやってたら危なかったんじゃない。多分私終わってました。多分生きてないです、今。レース上にないですもん、多分。よいしょ。バラさん強いな。ちょっと負けるわけにはいかない。独占状。よいしょよいしょ。曲がって、しっかり。ブーメランブーメラン。今のパイセン、私ゴールしちゃうよ。やるつ。アライパイセンは見えてるんですよ、一応。私と一緒です。アライパイセンは見えてるんですよ、一応ですけど。あぶねー。ちょっとアライパイセン、よそ見してくださいよ。よそ見して、お願い。落ちるわけですよ。ね、早すぎる。聞きません。コーラ聞きません。なんで聞かないんですか。何、バナナですか。コーラを持ってて。コーラ持ってました。私もうアライさんの方見る余裕ないんですけど。負けるわけにはいかないんです。爆発しちゃうわ。1、3秒。待って、ストップ。待ってて。これが…あ、無理ー。あれさん、今聞きます。あ、聞きますね、聞きますね、お願いします。聞きません。なんで聞かないんですか。よくない、よくない。これが先輩じゃ。強すぎる。これが先輩じゃ。さあ、ラストレースですよ、梶島さん。これ、私が勝ったら勝ちにしてください。いいよ。おお、忘れないでください。いいよ。やったー。じゃあもう絶対かく。あ、待ってください。ここは私はできますよ、多分。本当。多分 DS ですよね。そうだね、 DS かな。 DS か。 DS ですよね、多分。いける。やだ、絶対これ勝つしかない。今、あれさ、忘れないでくださいね、言った言葉を。でもちゃんとそこは先輩としてね。おお、先輩かっこいいですね。負けられないじゃないですか、じゃあ。あれ、負けてないわ、私。いつも通りのプレイをしたらいいってことでしょ。はい。そう、大回りしてしまう。はやバナーナ。聞きません。ですよね、だと思いました。あー、柱にぶつかった。あー、今大切な子。今投げたら絶対聞いてましたよね。あ、でもね、パジーが今一番だよ。え、本当ですか。あ、もうよし、このまま行けば私はもう勝利。プラ A。 やです。あ、コインはもうどうしようもないのか。よし、ライさんの罰ゲームが見たい。いや、罰ゲームはね、罰ゲームが見たいよ。今日だって物持ってきてないもん。確かに何もない。後日罰ゲームですよ、多分ね。そうなると思うよ。よし、
あやさんの罰ゲームが見たいよって思うじゃん。はい、絶対梶島にやらせるから。なんでですか、私が勝ったらあやさんですよ罰ゲームは。やだ、今の感じでいくと私勝てますよね、きっと。どうだろう、私新井さんが今どこにいるか全然わかんないんですよ。もう見れないんです。結構離れてるよ。このあ、逆行っちゃった逆行っちゃった逆行っちゃった。え、近くないですか、ちょっと待ってくださいよ。え、ちょっと今チラ見しましたけど全然近いじゃないですか。やばい、今いい感じ、とってもやっぱね、マリカはね、アイテム運もありますからね。そうですね、負けられない、負けられない、負けました。爆弾投げてんですけど言わなきゃ、あ、投げてなかった。なんでバナナ先投げたの。ちょっと、ちょっと待って、爆弾遅いねえ、待って、ストーブ洗いさねえ、待って、まだまだ間に合う、まだ間に合う、間に合うかな、間に合います、ほら見てみ、ほら間に合わない、間に合わない、これも間に合わない。やったー、勝ったー、全勝利、完全勝利、ストレート負けか、ねえ負けた、本当にやった、というわけでやだ負けてない、3本勝負、うわー、何でしょう、2対1で洗い場のみの勝利でございます。ありがとうございます、やったー。ちょっと本当にあれだ、本当にマリカ強いですね。マリカだって好きだもん。強かった、全然手も足も出ませんでしたね。 200cc ほぼ毎日やってた時もあったもん。いやオンラインとかで練習しなきゃ、私も何か一つでもちょっと新井さんに勝てるやつ見つけて、ボンバーマンくれて新井さんにはボンバーマンをやらせなければいいんだな、多分、まあ、多分自分で買うと思うけど、やめてください。きっと今後も開かれるであろう、はい、先輩 vs 後輩の、はい、ゲーム実況お楽しみに、はい、お楽しみに。というわけで以上、新井まなみと梶島彩でした。バイバーイ、もう負けたくないよ。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちらから、最新の動画はこちらから。また次回も見てね。バイバイ。